コマオイのヘブンバーズレディオ。ヘブンバーズレッド第31夜舞台朝倉可憐役芹沢優です。そして、はい、同じく第31夜舞台国見玉役古賀葵です。ライトフライヤースタジオとキーが送るドラマチック RPG ヘブンバーンズレッドを盛り上げるラジオ番組、今週もスタートしました。イエーイ。どうしました、芹沢さん。さあ皆さんもね、知ってるかとは思うんですけれども、はい、今回のヘブバンレディオですが、ゲストに現在ヘブンバーンズレッドとコラボ中のエンジェルビーツより中村ゆり役の、はい、さくらはるみさんが登場します。ゆりっぺだ。興奮がすやばいです、やばいです。いつも様子おかしいけど、あなた今日は一段と様子が大変ですよ。どうしましょう、どうしよう。聞く話によると、はい、あなたエンジェルビーツマジで好きだったでしょ。めっちゃ好きです。あの本当に私のキー作品の始まりはエンジェルビーツなんですよ。もうこれを見てからってなってキー作品をいろいろ見漁ったので、本当に始まりです、私の歴史の始まり。しかも本当学生の時に見てるから、うん、もう私のその思春期というか青春時代、青春時代が全部詰まってるんです。本当に全部が詰まってる。そう、もうまずいです。ちょっとオタクを抑えられるようにちょっと頑張ります。今のうちに出しときます。いや、やばい、もう本当にあの皆さんもね、多分もうぶち上がってると思うんですけど、ね、この後、はい、ここチェアーに素晴らしい。もうご迷惑をかけちゃう。頑張っていって収まれ私のオタク。頑張っていって思います、はいはい、それでは始めていきましょう。ヘブバンレディオ撮影開始。この番組は最上の切なさをヘブンバーンズレッドの提供でお送りします。芹沢優と古賀葵のヘブンバーンズレディオ。改めましてヘブンバーンズレッド朝倉可憐役芹沢優です。国見玉役古賀葵です。そしてゲストはこの方。私は戦う、あんな人生受け入れられないから。エンジェルビーツ中村ゆり役の桜井晴美です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。嬉しい、嬉しい。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。オープニング聞いていましたけれども、ありがとうございます。恥ずかしい、疲れてしまっていた。やばい、恥ずかしい。ありがたい。いやいや、もう2に漏れ出ていた。恥ずかしい。そうなんですよ、まあ、今回はねヘブバンとコラボ中のエンジェルビーツからゆりっぺを演じている桜井晴美さんに来ていただいて、今日は一緒に、まあね、多分これを見てる方はそのどっちも好きな方もいれば、もうエンジェルビーツがめっちゃ好きでっていう方もいると思うので、改めてエンジェルビーツの話とかを聞いていけたらなと。よろしくお願いします。思います。よろしくお願いします。忘れてるところがあるかもしれない。もちろんです。ご覧いただきます。お願いします。ということで、エンジェルビーツは原作脚本を務めるのがヘブバンと同じ前田純さんということで、まあもうそこのね共通点があって、もちろん同じキー作品ということもあって、今回ヘブバンとしては初のコラボだったんですよ、うん、はい、そうなんですよ、なんか、うん、あんまりこの1年間そういうね全くなかったの で、うん、そうですね、しないのかなと思ってたら、うんうんうん、1周年イベントで満を持して、満を持して、いや第1弾でね、まあ、これからもね多分あると思うんですけども、はいはい、エンジェルビーツをね、はい、選んでいただいて本当にありがとうございます。嬉しい限りです。ありがとうございます。本当に嬉しい、ね、もうね、はい、ヘブバンもエンジェルビーツが好きでね、前田純さんが作ってるっていうことで、多分そのエンジェルビーツからの流れでヘブバンをやってる人もたくさんいると思いますけれども、はい、改めてその桜井さんの方からエンジェルビーツのお話なんかもね聞いていけたらなと思うんですけれども、はい、フォローよしましょう。え、これ作品の世界観とかも一応、まあ、みんな知ってると思いますけど、うんうん、一応エンジェルビーツの作品のお話なんかも聞いていいですか、はい、どんなストーリーとか。そうですね、あの、まあ、こう
現いやなんだ生きてる時代にちょっとあの心残りがあったキャラクターたちがね、はい、あったよね、ありましたなりましたちょっとあのちょ成仏するためにいる世界、はい、まあ、そこで心残りがねどっかに行ったら、はい、召されるっていうもうねネタバレもねあったもんじゃないですけど、その結構前の作品なんでね、うんうんうん、そういう、まあ、簡単に言うとそういう感じのね、合ってますよね、合ってます、そういう作品です。でもそうだよね、だってその見てたんだもんね。えリアルタイムで見てたの？私はあのでもリアルタイムの時空なんですけど、うんうんうん、あのリアあの放送の時は見てなくて、うんうん、あの友達のうちに、うん、はい、DVD を前回持ってる子がいて、おそれでその子のお家に行って、うん、一気見しちゃったんですアニメを。そうなんですよ。そしたらもう帰りの電車ももうあれは一気見してはいけない、本当にぐしゃぐしゃにされるやつでね、ぐしゃぐしゃにされて、まあ、確かに確かに。もうだって収録してたのも10年以上前ですもんね、うん、アニメは。ですね。でもその後も結構コラボだったりとかで、うん、そのユリッペを演じることはちょくちょくあって、うん、あね、キンキンではもう鍵などっていう作品があったので、あ、うん、まあ、いろんなキーさんの作品を集めた、はい、作品がアニメがあって、はいはい、それで改めて演じさせていただきましたけれども、はい、なんか他の作品に比べてエンジェルビーツは何でしょうね、ずっと叫んでるなっていう、確かにイメージが。確かに前田さんが叫ばすの好きなのかもしれない。好きです。ヘブ版も結構叫んでますね叫んでる人多いよね確かにユリッペさんなんかも叫んで結構酷使しながら。そうですね、疲れましたね今回のヘブ版のこのコラボの収録も結構疲れましたか？さあ、まあ、楽しかったっていうのもあるんですけど、うん、なんだろう、ちょっと抑えられなかったところがやっぱあの前田さんの作品ギャグもね、はい、あの、はい、たくさんあるのでお二人もあったと思うんですけれども、はい、そこでなんだろう、ちょっと私の中のなんだろう、はい、の桜井が止められなくなったっていうか気になります、まあ思うがままにやったわけですよ、はいはい、ギャグをね、はい、でもあの当時もこのくらいやってたんじゃないかって、まあ、アニメではそんなやってなかったと思うんですけど、はい、まあ、それこそ特典の部分とかでやってたと思うんで、はいはい、いやいいだろうと思ってやったことが、はい、違いますって、ちょっと違いますやりすぎですって言われて、そのギャグ部分を、でも私は外れてなかったと思うんですけど、うん、もうユリを逸脱してたのか分かんないんですけどまあそれで、まあ、分かりました、じゃあちょっと抑えますねってやったんですけど、でもやっぱちょっと私の中の桜井がこう抗えられなくなって、抗ったんです私は、はい、前田さんに、はい、したらやっぱりダメですって言ってはぁみたいなでやっぱ何回かやり直しを食らいまして、はい、で最終的に言われたのが、桜井さん美少女なんですどういう桜井さんブサイクみたいじゃないですかってユリッペがまるにブサイクみたい、いや美少女でやってるけどあ、わかりました、じゃあ全力で抑えますって言って抑えた結果が、まあね、もうプレイされてる方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、そうですね、嘘今ねされてると、はい、抑えた結果です。そんな感じ、なんかガッと行くとこは行くのかと勝手に思ってたんですけど、うん、前田さんの中のユリッペさんがもう完成されてて多分ユリッペのなりのギャグっていうのがね多分あったと思うんですよ、うんうんうん、ただ私はまあおそらくそこで桜井を出してしまったんでしょうねユリじゃなかったんだと思います。いやいやいや、そしたらだって食らったんですよ何回も1回じゃないんだ何回も食らったんだ私は納得するまでのやつだ、はい、でもちょっとハゲその桜井さんバージョンももはや聞きたいですけど、聞きたい、めちゃめちゃ聞きたい。やってる人はもうストーリー全部やってるわけですから、うん、私たちはちょっと時空の問題で ね、まだプレイできてないんですけれども、めちゃくちゃ楽しみです、本当に。まあそんなわけでね、エンジェルビッツはこのような感じなんですが、まあ、ヘブ版を今回初めて知る方のためにも、まあ、軽くヘブ版のお話もすると、まあそのエンジェルビーツとヘブ版結構両方共通してる部分が多くて、まあエンジェルビーツはその望まぬ死を迎え死後の世界にやってきた者たちの死んだ世界戦線の物語なんで、どうしたの？いやなんかもうなんかいろいろ蘇って思い出しちゃった、はい、死んだ世界戦線の物語なんですけど、ヘブ版もね、まあ最後まで、まあ、4章
もやってる方はまあまあいろいろとうんっていうところもありつつ、あとそのエンジェルビーツは学園で、ヘブマンは基地を舞台にしてるんですけど、どっちも制服をねみんな身にまとってるなっていうところとかも近いし、まあ武器を持って戦うっていうところも一緒なんですけれども、音楽がねやっぱりどっちも重要になる。本当に素晴らしいです。もうエンジェルビーツの音楽も知らん人いるって感じで、みんな知ってるよみたいな。最高ですよ、最高ですよ、人一倍重いが重いが溢れて溢れてねえ、今言っていいの、今言っていいんですか。いいって。なんとですね、このイベントの中で、なんと、なんとあの曲をですね、あの曲をシーズレジェンドさんたちも歌わせていただいているということで、やばいって人いるんでしょ。いるんですよ、国見玉としてあの曲のコーラスをさせていただいてるんですね。やばいって、本当にもうもうやばかった、もう語彙力なくなるぐらい確かに見てた作品の歌を歌えるっていうのは、なかなかそんなにない機会だから。しかもあのシーンめちゃくちゃいいじゃないですか。確かに、もう本当に大好きなんですよね、もうあの曲もあのシーンも大好きだからもう本当にもうダメでした、本当にもう震えてできない、はい。ぜひね、今回これを機にヘブマンまだダウンロードしたこともない方はよかったらやっていただいたら、結構ねギャグ要素とかも近いところあるんだよね、こう、エンジェルビーツの笑いとヘブマンの笑いエンジェルビーツの笑いめちゃくちゃ好きで、なんかシュールさもありつつ、すごく秀逸な感じが椅子のままドゥンって飛び上がるところとかも好きですしそこも大好きですし、ね、曲がかかりながらドゥンっていくとも好きスローモーションで、そうなんですよとか、本当に恥ずかしい言葉をね、いっぱい恥ずかしいこととかもすごい大好きですし、でもヘブ版にもそういうところが散りばめられたり、れてます、ね、しているところがもう本当になんか前田さんイズムをすごい感じて嬉しいですね、ヘブ版もやってみてください、ぜひします、はい。ということでね、今回のイベントの内容をじゃあちょっと説明してもらえますか。はい、わかりました。よいでしょうかちょっとすいません、全然台本見てなかった、はい。そんなヘブ版とエンジェルビーツ、2つの作品がどうコラボするのか、ここで今回の限定イベント、コスモスが咲き続けた場所のあらすじを紹介したいと思います、はい。出会い、立ち止まり、彼女たちは再び進む。目を覚ました31A は中村ゆり、立花奏、入江美雪と出会う。一行はギルド地下からの脱出を目指して行動を開始するのだが、奇妙な扉や謎の広い空間が存在する地下空間は一筋縄ではいかずとなっております。はい、31A と出会って、どんな物語を展開するのか、これを聞いているリスナーさんの方がね、今は詳しく知っているんじゃないかとは思いますけれども、ね、10日からのスタートだから、はい、もう結構1週間ぐらいそれ以上経ってるのでね、もうクリアして、全部 SS 持ってね、持って楽しみきった方もいると思いますが、はい、改めてですね、まあ、先ほど名前も出てきたんですけれども、今回のコラボでエンジェルビーツからどのキャラクターが登場しているのか紹介していきましょう、はい。まずは中村ゆり CV 桜井春美さん、ということで、はい、そもそもまずそのゆうげんさんがね、そうなんです、描いてくださって、すごい絵のタッチをヘブ版側に合わせてくださったといいますか、うわか素敵ですけれども、どんなキャラクターなのかざっくり教えていただいてもいいですか。はい、ゆりっぺさん、はい、滋賀の世界で死んだ世界戦線っていうね、チームを組んでいるんですけれども、はい、そこのリーダーを、やらせていただいておりまして、はい。でまあ、性格は勝ち気で強気で、はいはい、誰もがついてくる強さと実力、とカリスマ自分で泣いちゃっていやでも演じてて、はい、そうですね、カリスマ性あります、めちゃめちゃあります。なんでみんなついてくんだろうって思ってた結構ひどいことされてて、それでもついてくるってみんなが、確かにどんなド M だよって思われますけれども、ド M がいっぱいあるんですよでは、本名はゆりだけれども、はい、先生のメンバーからは親しみを持ってゆりっぺと呼ばれて、ゆりっぺ
ております、まあ、それもね、なんでユリッペになったかっていうのもあるんです、はい、ご存知で、ご存知で、まあそれはね、アニメの方に入ってないんですけれども、はい、入っているのです、ご存知でコアだ、コアな愛が、すごい、もうそりゃもう、そりゃもう、でありがとうございます、そりゃもうユリッペの、ユリッペの好きなところ言っとく、ユリッペの好きなところ、あのね、ユリ派かカノリ派かってね、そりゃもちろん、そりゃもちろんユリッペですよそりゃもちろん、あの全然いいんですあの本当に、いやだって、もうだって、やだ、ユリッペ人ではない、いや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 推しを洗いざすさあ誰が誰なんだい、みんな推しですよ、みんな推しで、なんて言うんだろうな、そのもう本当にもう私はもう天使ちゃんって言ってたんですけど、うん、あ、じゃあ天使派ですね、いや天使ちゃん、違う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 、ユリッペはだってもうストーリーがもう本当にもう見たらわかる、もう本当にもういいよ、もういいんだよユリッペって思うぐらい本当に頑張り屋さんなところがありまして、頑張り屋さん、分かってくださいますか、もう分かります、もう本当に嬉しい、本当にもうあのユリッペの責任感の強さとかも見てると、うん、なんかもう全部知ってる側からするともう本当になんか全部見てると最初からまた見直すともう涙が出そうになるぐらい、ユリッペの最中は攻めに攻められ他の人からはなんで天使ちゃんをいじめるんですかって言われて、はぁ、ちゃんとアニメ見てましたって、その人にも言ってやりたい、言ってやりたい、言ってやりたいんだから違うんだから、だからユリッペ頑張ってるのよ、頑張ってるんだから爆発しましたユリッペさん、いやもう本当にそうなんですよ、もう素晴らしい、今回ねユリッペさん登場しているんですよ、他にも他にも、じゃあ続いていきますか、はい、続いて先ほどちょっとお話しした天使ちゃんこと、はい、橘かなで、はい、CV、花澤香菜さん、うん、はい、これは天使ちゃんです、天使ちゃんです、うん、簡単にキャラクターを紹介しますと、おとなしく成仏しようとしない死んだ世界戦線のメンバーと、おとなしく成仏しないんです長年に、渡り争いを続けてきた、死んだ世界の生徒会長です、うん、眠口かつ冷静で感情をめったに見せないが、うん、中身は天然ボケかつ中二病、はい、そして、エンジェルプレイヤーというソフトを使いですね、ガードスキルと名付けられた特殊な能力を操るキャラクターでございます、うん、そうなんですよ、このガードスキルね、そう、最初はね、なぜなぜっていうところがいっぱいあるんですよ、うん、どうしてっていう天使ちゃんに対してね、そうなんですよ、でも後々こう、うん、ストーリーが進むに連れて、そういうことだったんだねっていうのがあって、みんなともね和解できたりしてっていうのとかもあったり、うんうん、もう本当にね、最後の方マジで、おー本当にこういうことかっていう本当にあの見てない方とかはですね、もう名前とかにも注目してしっかり見ていただきたい、なるほどなっていうのよく考えられている、確かに最後見たらあーっていう、もうだからそれなんだっていう、もうまたそこがもう涙を注ぎますので、ぜひともぜひともまたエンジェルビーツ見てない方ぜひ見てほしい、非常にわかりやすい、嬉しい、じゃあ続いてもいきますか、はい、続いては入江美幸さん CV あすみかなさん、うん、ということでね、美幸さんは今回 S というかその交換所での登場になってくるんですけど、これもねこれ珍しいんだよね、その このコラボキャラに、うん、このみゆきさんがいるっていうのがあれらしいんですけれども、私が簡単に紹介いたしますと、はい、おどおどした小動物キャラで戦線切手のビビリ、自分も死んでいるのに幽霊が怖く怪談話が大の苦手という矛盾を抱え持つ少女、ただドラムを叩かせると一発のミュージシャンの表情を見せる、その時だけはかっこいいということでガールズデッドモンスターのドラムということでね、今回は入江はガチャでな交換所での登場になるんですけれども、はい、これ補足ありますか、入江ちゃんですか、でもあのなんかこのイベントの中で、うん、なんかすごくちょっとなんかこう似たところを感じてしまうと言いますか、おたまさんとね、はい、なのでなんかそこにも注目しつつ、なんか会話の感じとかは、うん、ちょっとしちゃったあのにも注目していただきたいですし、なんかアニメのね本編ではそんなにフィーチャーされてないキャラクターで、はい、なんかこうバックグラウンドとかもわからなかったんで、なんかね今回でわかるのかなっていう、そう、ちょっともうみゆきちゃんがいることはって
いうことはっていうのを注目しつつ、何があるんだ何があるんだ知ってる人はもう知ってるやつですね。すごい。ってことでこの3キャラで今回コラボに登場してくださるんですけれども、ねえ、もう持ってる方は持ってるし、しかも今回すごい優しいのが、うん、そのゆりっぺさんはほぼ確定でもらえるんですよね。こうログインし続けていればもらえる、うんうんうん、かつ SS 確定チケットまでつくという確定なんですよ。嬉しい。そうなんですよ。し、本当に結構ヘブ版は終わってからもう一回再ピックアップとかあるんですけど、うんうん、今回は超期間限定。そう、この期間のみですので、マジでここだけ、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 ここだけ。しかもイベントストーリーもマジでここだけ、今だけできるの。後々やれなくなるっていうことですか。見れなくなってしまう。大人がうなずいております。もう今しかチャンスがない。マジで絶対見て絶対見て、好きな人もうここのね、ああ、ここのエピソードだけでももう取り伸ばしたくないよね。取りこぼしたくないと思う。取りこぼしたくない。絶対見てよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、じゃあこれ期限教えてください。はい、こちらですね。今回のコラボイベント、はい、期間限定、開催期間は3月10日10時59分までです。はい、皆さんぜひ楽しんでください、はい、お願いしま す。ではここで1曲お届けしましょう。エンジェルビーツよりリアで My Soul Your Beats。ここでヘブンバンズレッドからのお知らせです。2月10日のリリース1周年を記念して様々な豪華キャンペーンを開催中。桜井晴美さん演じる中村ゆりが登場するエンジェルビーツコラボストーリーイベント、コスモスが咲き続けた場所が開催中です。また現在レインファイア、中村ゆり、アースエンジェル、橘奏での SS スタイルがピックアップされたプラチナガチャも開催。こちらは期間限定スタイルとなりますのでお見逃しなく。はい、そしてファーストアニバーサリー記念ログインボーナスも現在開催中。条件クリアで SS スタイル、レインファイア、中村ゆり、さらにファーストアニバーサリー記念 SS 確定チケットをゲットできます。またナイトクルーズエスコート、かやもりるか、ナイトクルーズアテンダント泉ゆきのスーツ姿の SS スタイルがピックアップされたファーストアニバーサリーガチャも開催中です。はい、以上ヘブンバーズレッドからのお知らせでした。芹沢優と小川葵のヘブンバーズレディオ。エンディングの時間です。さて今回はヘブ版とコラボ中のエンジェルビーツより中村ゆり役の桜井晴美さんをお迎えしてお届けしてきましたが、
ありがとうございます。ありがとうございます。本当にエンジェルビーツの話も聞けたし、なんかその葵子がの熱い思いも見れて嬉しい。本当ですね。でも本当にもうなんかマジであの声優になれてよかったなってすごいすごい感じております。本当にありがとうございます。裏ではそのあのその当時の裏話とかもこっそり話してくださってちょっと気になる話がいやでも本当にあのずっと長いですけど、ずっとこうやってエンジェルビーツはコラボしたり他の作品で見たりとか、なんかもうずっとみんなに愛されてる作品にこうやってヘブバンもねこう一緒になって本当ですね盛り上げていただいて本当にありがとうございますという気持ちでございます。では最後にコラボを楽しんでいる皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、もうねゲーム始められてる方もいますし、キャラクターもね全てゲットした方もいますでしょうけれども、まだゲットしてない方は全キャラ、ゲットして、であのヘブバンのねキャラともちょっと絡ませて、組んで遊んでいただければなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。番組では皆さんからのメッセージお待ちしております。メールはこちら hbr@joqr.net hbr@joqr.net です。番組公式ツイッターもありますのでフォローをお願いいたします。感想はハッシュタグヘブバンレディオでぜひツイートしてくださいね。ということでここまでのお相手はヘブンバーズレッド朝倉可憐役の芹沢優と国見玉役の古賀葵と中村ゆり役の桜井晴美でした。バイバイ。この番組は最上の切なさをヘブンバーンズレッドの提供でお送りしました。最近までなんかヘブバーン内で人気投票みたいなのをやってて、やってましたね。そうなんです。もう結果はまだ出てないんですけど、ちなみにここにあの私たちが演じてるキャラが、はいはい、その国見玉、かわいい、ありがとうございます。かわいいなぁですけど、はい、はい、どっちがタイプタイプあタイプタイプ、でもやっぱりちょっとそうですね、最近ランキングをね人気投票とか行われてたって聞きましたけれども、まあ、私個人としてはあのなんか優劣をつけるってどうなのかなって思うんですよね。それぞれのキャラクターにあのいいところはあると思うんです。なんでどうして引いたんだまさにその通り、2人の、ね、キャラクターなんかちょっとあの似たような、ね、感じだったらまたあこっちの方が好きかなとかはあると思うんですけども、またねやっぱ個性的でね、あの2人ともねそれぞれのいいところがある違う感じなんでね、ここから選べっていうのはそれは酷な話でございましょそりゃそうだなんで選ばせる、みんな可愛いしみんないい子だよ、みんないい子だよ。